皆さんこんばんは。聞こえてますか？どうでしょうか？聞こえてます？お、聞こえてそう。どうでしょうかね？まあ、まだまだちょっと、ちらっ、あ、音楽の入ってないよね、今ね。これで今、音楽と SE、まあ、まだちょっと SE はトントントンっていうのしか入ってないと思うんですけども。バランスいかがですかね。大丈夫そうかな。まあちょっとこれからゲーム始めてったらね、おっきい音とかも鳴ったりとかするかもしれないから、というところは教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあということで、イーブ、プレイしていきたいと思います。こちらですね、まあ、非常に有名なゲームで、もう十何年前とかぐらいかな、10年、11年前とかぐらいかな、ゲームなんですけれども、まあ、要望もたくさんやってほしいってのもいただいてたし、俺も一回はプレイしてみたいなってずっと思ってたのを、ついにやっていきます。まあね、イーブの有識者も、おそらくね、コメント欄には多いと思うんですけれども、まあまあまあな、ネタバレあまりなく。でも、助けてほしいとこもひょっとしたらあるかもしれないですけど、やっていきたいと思います。昼下がり、灰色の空の下。イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ。なくさないようにね。あ、乾杯忘れてた。ま、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、もう動けんの？あ、まだか。あ、お母さん綺麗。あ、じゃあこの隙に皆さん、今夜もよろしくお願いします。乾杯。ああ。お母さん美人だけど目赤いのちょっと怖いな。敵キャラの目だね、これね。イブは美術館初めてよね。今日見に来たのは、ゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるみたいだから、きっとイブでも楽しめると思うわ。優しそう。受付済ませてしまおうか。お母さんすっごいドレッシーなのに、パパ結構カジュアルな感じなのね。そうね、あとリーフレットももらいましょう。え？先に見てるって？もういぶったら仕方ないわね。いい？美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。ま、あなたなら心配ないと思うけど。いい子なんだね、いぶはね。他の人の迷惑にならないようにね。お、動ける。ママー！他の人の迷惑にならないようにね。パパー！お父さん、受付の人と話している。ちょっとこの、ウニみたいな人。一服してこようかな。してらっしゃい。なるほど。ドット絵、いいですね。こら、イブ。 それ入ったらダメでしょ。やべえ。今までいい子で通してきたイブが俺のせいで悪い子になっていく。これなんだ。ようこそ、ゲルテナの世界へ。本日はご来館いただき？なんだろうね。誠にありがとうございます。当館では現在、ワイズ・ゲルテナ展を開催しております。ゲルテナ氏が生前描いた怪しくも美しい作品たちをどうか心ゆくまでお楽しみくださいませ。お、難しくて、あー、イブちゃんまだちっこいから漢字が読めないのね。かわいいね。はい。これがよく雑誌とかに載ってるやつなのか。でっか作品。生で見てみたかったの。ああ、そうね。絵とかやっぱ生で見るとやっぱ迫力ありますよね。地上から見られる深海か。深海のふんたら。これはあれですかね。ちょうちんあんこみたいな。人が立ち入ることは許されないその世界を何々するため、私はキャンバスの中にその世界を作った？描いた？なんだろうね。この地面のすぐ下で本当にこの魚が泳いでるみたい。確かに。実際にいたらちびっちゃう。え、今後実際出てくるってことですか、これ。どうなんですか。大きな作品だわね。
吸い込まれそうで怖いと。もっと間近でよく見たいと思ったことない？そんな時は遠慮せず顔を近づけてみるのが僕の鑑賞スタイルなんだ。何が書いてあるのかよく見えるようになるからおすすめだよ。ヒントですね。顔を近づけてみる。お、おー、なるほど。かわいい。あたしかわいい。近くで見てもかわいい。なるほど、そういうことですね。はい。悪意なきうんたら。あ、なんかしつけとかかな、これね。波打ち際ね。いやー、さすがゲルテナ先生だ。見れば見るほど趣深い。本当に分かってんのか、お前。ホンタラの精神。永遠の眠り。作品にはお手を触れぬようお願いいたします。すごくいいんだけど、もっと上から見下ろして、俺上から見下ろしてます。ちょっとした衝撃であの茎の部分折れちゃったり。そうですね。一体いくら弁償するんだろう。怖いなー。精神の。一見美しいその姿は近づきすぎると痛い目に遭い、うんたらな肉体にしか咲くことができない。個性なき万人。ほんと素晴らしい絵。こんなのどうやったら描けるのかしら。ちょっとアホっぽい絵もありますね。アホっぽい絵も。説教する男ゲルテナ先生、ちょっとなんかあれですかね、疲れてたんですかね。これゲルテナ氏はやはりすごい。尊敬し尽くしても足りないくらいだ。ああ、あなたが生きていれば絶対に弟子入りしたのに。いや怖いですね、こいつ出てきたら。イブちゃん大丈夫？イブちゃん上行ってみよっか。お、おれー。あ、いた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 。ゲルテナ作品の中に星をイメージしたアクセサリーがあるらしいんだけど、どうも今回は展示してみたいんだよね。実際見てみたかった？残念。2階には行ってみたかい？上には絵以外の展示品も多いみたいだよ。行ってみる。イブちゃん行っちゃう。お、服も作るんですか？無個性。はあ、形が同じ、色が違うだけ。無個性ですよ。そういうこと？わかんない。僕が主にゲルテナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。だからこの像たちには頭がないんじゃないかな。なるほど。頭ないと怖いですね。なんかブツブツ言ってますけども。テーブルに置かれたうんたら。黙ってみるは。はい。こんにちは。邪魔しに来ました。絵が見えないから来てくれ。ふむ。新聞を取る貴婦人。心配。なんたら。綺麗な人だな。でもこれ実在の人物かな。実在する人はほとんど書いてない。へえ。ちょっと怖そうに見えますけどね。なんかの器。あら、ま、すごいわね。今に飾るんすか。はあ。ちょっと美味しそう。口直しっていうくらいだから、もしかするとお菓子なのかも。口直しの木。このカラフのやつ欲しい。ダメだと思うよ。こんなにいっぱいぶら下がってるのに、ケチ。すいません。この木は読めるんだね。うわ、なにこれ、怖っ。なにこれ。わかんねえ。なんか作品数少なくない？もっとなかったっけ？ここに入りきれなかったり、経費穴やれで全部は無理だったって話だよ。そういえばなんですけど、なんかメニュー画面とか、あ、あった。あ、やっぱりね、ハンカチはなんかあると思ったんだよね。お母さんからもらった大事。あ、別に、アイテム欄に行けるわけじゃない。オプション？ロード。セーブはないのか？どっかでできんのかな？猫だ！ママ、猫の絵がある！あたから静かにしなさい！ 3 階は休憩スペース入る。うんたらなダイヤ。苦味の果実。うんじゃこりゃ。指定席。あ、確かに。変な、そわ。でもそれがいい。座ってみたいけどダメだろうな。ダメですよ。指定席ですから。ん？鍵ボタン？鍵のマークついてるけど、あのボタンを押すとあれですね。メニューが開きます。外は曇って。はい。ちょっと疲れたな。休憩しようか。イブタン、休憩しまーす。なんじゃこりゃ。うんたらの世界。え、休憩室じゃないの？ソファーとかないの？あれはさっきの女の子かな？どうした？どうした？どうした？うんたらの世界。この女の子で、このバラもなんかあったよね。どうした？いなくなってる人が。さっき 見れなかった黒い姿の君。絵の前に人が立っててタイトル見れなかったのが見えるようになってんね。
外は曇っている。あら、あ、何ですか、メモ。あーはーん、あ、オートセーブがある。ちょ、マメなセーブが大事だから、この手のゲームは。ちなみに、まあ、今回はあのタイトルにもある通り、軽めです。1時間ぐらいとかを想定してます。まあなんかね、簡単に調べた他の人たちのなんか配信時間を見た感じ、どうもうまくテンポよくやれば3時間ぐらいでクリアできるんじゃないかな。僕は手こずらないので手こずらないのね。だからまあ今日ちょっと1時間ほどやって次でクリアみたいなのを目指そうかなと思っております。なぜなら今日はやることがあるから。何、誰もいない。うわー、こいつ怖すぎ今俺の部屋で誰かが咳したんじゃないよね。お前咳した今、おい、お前。やべえ、積んだ。イブどうする、やっぱ帰るか。なんか落としてる、ほら、足音してる。さっきのやつじゃない、やっぱり違う。出入り口はびくともしない。外は真っ暗。やばい、外に赤い液体が流れている。誰かがワインをこぼしたらしい。足音はどこだ、足音の元。ああ、誰かいた、今見た、誰かいた。はい、なんだよ、ピンポンダッシュです。どうしよう、もう一回3階行ってみるか。いざとなった時のためにこの武器抜いとかない、無理か。いやー、そうなの、一緒に行くかい。おお、こぼれてますけど。額縁の裏から青い液体が流れている。おいでよイブ。誰だ、慣れ慣れしいな。秘密の場所を教えてあげる。あ、わかりました、行きます。この足跡青いから、やっぱあの下のやつじゃないの、さっきの。違うのかなさっきのあの青いやつがもう気になってしょうがないの、俺。ここは怖くない。ああ、躊躇なく行っちゃった、ごめん。はい、シンメトリーな絵ですかね。よくわからない絵があると。あ、おいでって書いてある。こっちはなんたら模様の魚、なんだろうね。あ、セーブだ、はい、鍵かかってる。あ、でなんかアイテム拾ったらこう使えるよってことか。はい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 、理解。おいでおいで、そのバラ朽ちるとき、あなたも朽ち果てるかな。これバラをまあ手に取りますか。じゃあ、あ、え、なにあれ、この椅子なら押して動かせと。命カウンター、命カウンターがある。鍵、何かが落ちている、青の鍵。うう、笑ってる、何笑ってんねんお前。表情が、うん、かわいいペコちゃんみたい。お腹いっぱい。あ、何、水の入った貝瓶、貝バラをいける。あ、いけると回復する。はーいは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 い、花瓶の水なくなっちゃった、みんな。あ、返せって言ってる。バラを返さなきゃいけないのか。え、これずっと生けといたらいいんじゃないの、バラじゃ。ん、あ、バラまだ持ってんのか、俺。生けたけど、鍵を返せって言ってんのかな、バラを返せって言ってんのかな。どっちだろうね。あ、鍵勝手に使った。テントウムシ、ハチ、チョウチョ、クモ、はい。橋に注意。何も一休さんみたいな。プロローグ第1章、2章、最終章。はい。床が抜けていて通れない。なるほど。あ、なんか、なんだ。僕あり。僕絵大好き。
僕の絵見たいけどちょっと遠いところにある。せやの、そうなんや。よくわかんないけど行ってみるか。おお、ば、痛い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 、あ、痛い痛い痛い、あ、端に注意ってそういうことね。なるほど、はいはい。アリの絵だ。よく見るとこの絵は壁から外せそうだ。外す。何の音？ほら、お前の絵持ってきてやったよ。あ、それ僕の絵、やっぱりかっこいい。うっとり。それだけ？それだけらしい。なんか落とした気するけどな。別になんも。はいはい、お触り禁止ですよ。お触り禁止でーす。肝炎がかかってる。クリアは無理かもしれん。ん？ここに飾る。ん？おお、そういうこと？その発想はなかったわ。確かに頑丈な橋だ。アリさーん。アリさーん。あ、生きてる生きてる。僕の絵どうだった？どうなったかな。わかんない、わかんないね。なんか見かけない。最近見てないわ。あ、無個性だ。頭がない像がある。うわ？エピローグ。何かが落ちている。緑の鍵。なんだお前。怖すぎ。この絵を外そう。この絵を外そう。絵に穴が開いてしまった。あ、いいんじゃない？もうこれで来れないでしょ？よし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 。え？何？僕の。緑の鍵、よし。にゃー！口が魚。壁に魚の形のくぼみがある。はい。これはめんのかな？魚を。ん？ストレッチしてる。かくれんぼする？いいよ。え？ちょっと一瞬待っていい？板前の腕。ああ、魚と包丁かな。一旦待って。一旦ちょっと違うとこ見よう。なんか調べるものが分かりやすくていいね。ここと、棚の上に何かが見えるが手が届かない。はい。あれ、なんかここ見てね。あれ、なんかさっきこの辺引っか、あ、近づくと見えねえのか。なるほど。置物が入ってる。汚れたパレットと筆。はい。まあ。どうなんでしょうね。かくれんぼしてみるか。いり。見えない何かに噛まれてしまった。え、これか、缶以外でなんか、あんのか？なんだろうな、場所？調べられるの、でもこの段ボール箱だ。あ、はい。はい。抵抗すんな、お前。ちょっと、手伝ってもらっていいですか？すいません、台の下から足が4つ生えている。観察してみる。どうやらこれは椅子のようだ。椅子はあるかいなの、勝手に。
耳を澄ます。スカートのような布の中からかすかにうなり声のようなものが聞こえる。はい。足を見る。それぞれの足がハイヒールを履いている。一つの足だけハイヒールがない。それが上にあるとか？でもこれ魚に見えるな。テケテケ。靴。水色の小さなハイヒール。おお、人間が履く靴ではなさそう。椅子が履く靴なのでは？ハイヒールを渡す。はい。どうぞ。あ、嬉しそう。あ、嬉しそう。後をついてくるようだ。かわいい。そこで止まって。椅子に乗る。何かがある。木の魚、かっこ尻尾を手に入れた。だからあの板前が切ったやつを、この板前が切ったやつがあれなのかな、尻尾がな、いやあるように見えるな。で？あ、いた！やったー！見つかった！景品あげる！なんかもろった。あ、あった。あ、あー、これで頭？よっしゃー！木の頭と木の、尻尾がくっついて一つになった。魚のオブジェを手に入れた。いえー、他も開けてみたいけど、食らうのでやめます。魚型のくぼみ、はめてみる！にゃー！おうおうおう。あ、いけれる、いけれるけど、大して減ってない。お前、つば、あ、いた。お前のつばは、エイリアンの唾液みたいな感じ？アンバランスな箱。ゼンマイ仕掛けの植物、浮き鉢に小さな双葉が生えている。うん、忘れた頃に。タイトルか、これ。もう唇注意。あ、これ？え？これゼンマイか？いや、双葉か。床に双葉型の、双葉の形のネジが刺さっている。回してみ、回しちゃった。なんか回しちゃった。あらやだ、まあ死んでる。うん。ゼンマイ仕掛け、植木鉢に小さな、あ、はあ、育った。育ったね。アンバランスな、なんだろうな。ここは？嘘つきたちの部屋、はい。なるほどね、そういう感じね。ちょっともう一回回してみる。あ、痛い痛い痛い。いや、違う。意外とむずいんよ。意外と操作がむずいの。あ、オートセーブがありますね。あ、ここ入ったとこでセーブされた。十字キーでやろうね。十字キーでね。なんだっけ、これ忘れた頃に。これなんだっけ、もう唇注意。もう唇、もう死ん、なんだ、そんな言葉ないな。回してみるか。これ以上動かせない。はい。怖い。ちょっと近づいてみたけど、なんともなんなかった。はい。まずこれは。仲間外れが一人いる。はい。F の6、そこが正しい場所さ。
B の2、そこが正しい場所だよ。白い服が言ってることは本当。本当のこと言ってんのは緑の服だけ。C の5こそ本当に正しい。木の服に同意。仲間外れが一人ってのはどういうことだ。嘘つきが一人ってことか。嘘つきタチだからそんなことないな。本当のこと言ってんのが一人だけってことか。本当のこと言ってんのが一人だけだとすると、黄色の服に遠い、白い服が言ってることが本当だから白い服は絶対嘘だ。で、緑の服は本当のことを言ってる。と、これも嘘になるわけだな。となると、B の2では？足元に剥がれそうなタイルがある。剥がしてみる。おお！回そう。なんか、天井を突き破った気配が。え？なんで？ひどいことを。嘘つき。ごめんな。よし。ここは変わらず、釣られとる。忘れた頃にってなんだろうな。何のタイトルなんだろう。あれ？めっちゃ育ってんのかと思ったらそんなことない。枝の先に小さなつぼみのようなものがある。もう一段か。ちょっとセーブしようか。まあでもオートセーブがあるから、そんなに気にしなくてもいいような気もするね。忘れた頃にってこれのタイトルかな？なんだろう。おい、久しぶり。元気？何の音だったんでしょう、さっき。天井から人形か。あ、怒った。あ、あった。回す。あ、青リンゴ？何？青色の実がなっている。取る。ふふ。橋を歩いてはいかん。なるほど。お前は落ちないのか？お前はどうだ？落ちてみたらどうだ？君はどうだい？落ちませんか？ここ隠れてるとこにゼンマイありませんか？ちょっと見てみるか。青リンゴ。見たことのない色の不思議な香りがする実。バラ持ってる。よく見たらイブかわいい。ちょっとどうしようかな。一旦セーブでも回復もしちゃうか、これ。はい。元気。はい。で、セーブもして。あと、この
もうあと調べられるのこの手と唇ぐらいしかないんですけど、どうしましょうかね。腹減った、食い物、おお、その食い物横で、しょうがないなあ、ギュウじゃ。うまい、これお前気に入った。ここ通す。俺の口の中くぐってき空気、空気です、この人。お邪魔しまーす。おお、入れた。ギロチン。ギロチン。あ、ちょっとずつ上に上がってんだ。橋に注意。あ、橋しかねえよ。おお、いいよ、ちょっと脱いでね。よいしょ。あれ？あ、なんか目そらしてたすら、なんかあれ？欲しいの。何があったのかな。諦めない。ふざけやがって。ここね。しかも上がるんかい。え、なんだここ、怖。なんだこれ、ラッパ。鳩がラッパ吹いてる。息吹。はい。ここ通れる。うん、よるん。なんだろうな。命を狩る。なんとか。12秒。うんたら模様。うん。あ、あうん？この人たちあうんなの？タバコを吸う紳士みたいな。心の音止まっとるやん。シーンは特訓特訓。心の傷。ああ、あの子だ、赤い服の女。はい。お、来た。あ、鍵だ。お前、俺にチェイスで勝てると思ってんのか。何年やってと思ってんだ。赤い鍵、ゲット。オープン。ついてくるかな。世界の美術館。いろいろな美術館の写真が載っている。ここ？本の間に文字が書かれたしおりが挟まっている。よく気づいたな。楽しい？楽しいよ、今んとこね。キャンバスの中の女たち。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変迷惑である。何ですかね。何しろ彼女たちは自分が満足するまで執拗に追いかけてくるからである。どこまでも、どこまでも、どこまでも。弱点があるとすれば彼女たちは自分で扉を開けることができない。なるほどね。動く絵本。作、絵、うんたら。うっかりさんとガレット・デロワ。マジで読む。お、もう始まった。うっかりさんとガレット・デロワー！うわーい！お誕生日おめでとう！ありがとう！今日はあなたのために、ガレット・デロワーを作ったの。何それ？このパイの中にコインが入ってて、食べたパイの中にそのコインがあったら、その人は幸せになれるのよ。面白そう！でしょ？じゃあ切り分けるよ。さあ、好きなの選んで、いただきまーす。もぐもぐ。あ、どうしたの？何か硬いもの飲み込んじゃった。うっかりさんすぎるやろ。きっとコインだ。どうしよう。コイン小さいから大丈夫よ。じゃ、片付けてくるね。ママ、どうしたの？書斎の鍵を知らない？書斎の鍵？それならいつもそこのテーブルに、あれ？コインだ。このコイン確か、やば。パイの中に入れたはずなのに。もしかして、どこ行っちゃったのかしら。お父さんに怒られちゃう。え、どうする？
かっさばく？かっさばくか下剤買ってくるか。私ってばっかりしてたわ。あっちゃー、鍵見つけたよ。今扉を開けるね。あ、これで開いたってことですかね。先ほどの絵本が見当たらない。うっかりさんは尊い犠牲になったんだ。回復はまあまだいいか。永遠の恵み。あ、またあいつだ。あ、うっかりさん？生ける山。誰かが倒れている。観察、まず観察だよ。よく見ると男の人の手に鍵が握られている。いただき！あばよ。下が動いてる。うんたらな鍵が。あ、この人あれだ。頭がない像がある。男の人が握っていた鍵。色とかはないんだね。しょうがねえな。声かけてみる？痛い。苦しそうにしている。痛いのに叩いて大丈夫かな？やめて。とても苦しそう。とても苦しそうだって。もうちょっと叩いてみる？大丈夫？苦しいの？大丈夫？痛いの？叩いたら痛い？大丈夫？ダメだ。役に立たん。テントか？布の下の、なんだろうな、これ。なんだろうな、わかんないな。この花瓶は？水入ってない。バラとあなたはうんたら命の重さ知るがいい。そのバラ、朽ちるときあなたも朽ち果てる、だと思う。ん？なんか落ちてる。青い花びら。窓は曇っていて中が見えない。これか、あ、鍵、つか、あ、ちょ、待って、今、やべえのいたな。やべえのいたな、今。青い花びら。血のようなもの。血のようなもの。青い花びら。青い服の女。青い服の女じゃないですか？めっちゃ見てる。めっちゃこっち見てる。え、こっち見てるよ。あ、なんかあった。なんかあった。あ、そっか、ドア開けられないんだけど。おー、ナイスー。さあ。チェイス入りました。やべえな、これ帰りやばくない？帰り大丈夫？花びらが少ないバラが落ちている。あ、バラなのこれ。青いバラの花。あ、で花びら集めんの？椅子がある。あ、この椅子に登って出てきたのか。どうしよっか。まあいいや。うわ、びっくりした。お前はここまでは来れないのだよ。はい。なんだこれ、永遠の恵みか。おい、花びらいるか？花いるか？こいつ何なんだ？花いるか？頭に刺したろか、これ。わからんな。これそういうことでもない。うっとうしい。トンネルやめてください。かわいい。ちょっとかわいいじゃねえか、お前。こっち行ったら積むかな。あ、積む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 。うおっ！うお、ちょ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 。お、青いバラ生けてみるか。青いバラの花が元気になった。で、っていう。おい、
うん。お、なんだこいつ、青いバラか？あら、苦しくなくなった。あ、おい、こいつ青いバラだぞ、みんな。青いバラだ。あ、あたし赤いバラ？ひょっとして。うわ。今度は何よ？もう何も持ってないわよ。何？カツアゲされたの？あ、あれ？あんたもしかして美術館にいた人？そうでしょ？ああ、よかった。私の他にも人がいた。そっか。じゃああんたもどうしてこんなことになってるのかわからないのね。私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ、あーそっか、HP が減ってたってことか。あの、絵に奪われて。さっきは死ぬかと思ったわ、取り返してくれてありがとね。まあいいってことよ。で、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえば、まだ名前聞いてなかったわね。イブ、素敵な名前ね。私はギャリーっていうの、あんたは？ギャリー。イブっていうのね。おい、素敵な名前って言えよ。子供一人じゃ危ないからね。私も一緒についてってあげるわ。行くわよ、イブ。なんかちょっと服とかビリビリだし怖いんですけど、頭ボサボサだし。おう、ね。大丈夫ですか、ギャリーさん。大人のギャリーさん。今のはちょっと驚いただけよ、本当よ。とにかくこういう変なのがいるから気をつけて進まよ。はい。まあいいっすけど。私が。何これ邪魔ね。イブ、ちょっと離れててくれる？よっと。お、強。さすが大人。よし、これで通れるようになったわ。それじゃあ行きましょう。おう。あ、なんか、なんか落ちてる。花嫁の左手。手ないの？花嫁。やばいじゃん。花嫁の右手。よいしょ。嘆きの花嫁。まあ、手がないから。でもブーケ持ってない？ブーケ持ってるってことは手あるんじゃないの？嘆きの花も。あ？お？漢字が読めるようになったのかと思った。あ、どうしたの？あ、これのタイトルのこと？抽象的な絵画ですって。お前使えるやん。どういう意味？意味と、これはそのつまり抽象的な絵画よ。まあ、とにかく読めない文章は読んであげるわよ。おお、初めてちょっと役に立ちそうだと思えたわ。なんだっけ、嘆きの花婿と花嫁か。なんかいるぞ。おい。なんかいるぞ。かわいいのが。これどうしよう。もうこいつとここで暮らすことにするか。それでもいい、いいな。それでもいい、いいかもしれん。よくわからないものが扉を塞いでいる。一旦観察する？背中がゆっくり動いている。ぬいぐるみではないようだ。さ、触ってみようぜ、触ってみよう。あった触れないのか、こんなモフモフなのに。ちょ、ギャリどう？ギャリやってみて。刺されたくないわ、チキショ。先にギャリーに触らせればよかった。この額縁どうしてこんな低い場所にあるのかしら。この猫が入ってたんじゃないの？ティーポットの主張を聞け。めっちゃやばそう。キャー！何これ気持ち悪い！なんで床に目がついてんのよ。ちょ、一人充血してる人がいるね。あれに目薬さしてあげるのかな。なんかこの目だけ充血してない？目薬さしてあげた方がいいんじゃないの？氷の山、白い蛇。目の部分がくぼんでいる。コーヒーとケーキ？逆さの女。
えへへへ、えへへ、お花、お花、いいな。そのお花くれたらここ落としてあげるよ。えへへ、青い方ならいいよ。お花ちょうだい。青い方ならいい。なんだ。うわ、壊れてる。なんだっけ。ティーポットの主張を聞け。ティーポット夫人？我々は同色のカップにしか茶を注がない。うん、4色ずつあると。ティーカップはぶつかるまで、ああ、そういうこと。ティーカップを持ち上げることは許されない。直線に移動するもの。香りに敏感なハリネコ。香りだってよ。あの猫はハリだ。あ、ハリネコ。神病。ハリネコにした方がよくない？ハリネコ、うん、かわいい、ハリネコの方が。しかし、ゲルテナって結構それっぽい造語するから読むのに苦労するわ。日本人じゃないでしょうしね。さて。ちょっとわかんない。とりあえずやってみる？あ、積んだ。え、これって端っこって止まんの？それ先に確かめた方がよくない？あ、間違えた。端っこに止まるかどうかを。あ、端っこ止まるんだ。となると話は変わってくるな。超適当。これだと赤いかねえな。あれ、俺なんか今自分がどんどんあれでやったのか忘れちゃった。もう、はぁ、よいしょ。どうやってやったんだっけ、俺今。こうして、こうして、こうして、あと、これじゃダメだ。はぁ、さっきのでよかったのかな。確かに、そうかもしれん。さっき自分がどうやってやったか忘れちゃったもんだって、俺も。黄色はもう別に端々でいくらでもなんとでもなるじゃん。青々でしょ？あ、緑先じゃん。いける？やってみっか、うるせえ。あ、いけない。これじゃいけないわ。あ、いけるわ。いけないわ。もう！ちょ、絶対遠回りしてると思うけど、これでいいか。あ、もうバカじゃないの、本当に。まったく。おい、OK。だめだ。なんだっけ。こうか。あ、ダメなんだって、だからこれじゃん。あれ？俺なんでダメなんだ？さっき赤やりきっちゃっていいのか、これ。いや、そうすると青いけないよな。
なんか変だ。緑、あ、だからこれだと青がもういけないから、あれ？これ意外と難しい。ここを押せればな。これさっきまでがむしゃらにやってていけそうだったのにな。あざす。部屋中に紅茶の香りが漂い始めた。これでこの香りで猫が戻ってきたのね。香りに敏感なハリネコ。あの顔どこで見たような。なるほどね。さてもいい。額縁から何かがはみ出ている。尻尾に見えるけど、そんなことよりドアの前にいた変なのがいなくなってるわ。これで中に入れる。確かに。ん？お、これもう一人仲間できる可能性あり？イブ、ギャリー。スペースがもう一個あるね。どうだろう。おお。部屋を出れば元通り。ああ、なるほど、はい。あ、そう、めんどくせ。全然無理、全然無理だ。押せるのがでもこれかこれしかないのか。押すことによって他を押せるようになる的なこともないな。これはもう一切動かせないんだよきっとね。
椅子の上に何かが置いてある。目薬だ、やったばー。やったばーって何？やったばー。やったやったー。お、大丈夫ですか？じっと見つめ返す。目薬を刺す。おーキラキラしてる。かわいい。充血が治った。なんだ？目薬を入れた目が壁の方を見つめている。壁に違和感がある。隠し通路、なんかある。足元に何かが落ちている。赤色のガラス玉。あー、なんだっけ、蛇の目。ありがとう。ここかな。赤色のガラス玉をはめてみる。おう。額縁の裏に文字が書いてある。ドクロの左手に、教えるならちゃんと教えてもらっていいですか。ドクロの左手にか、ドクロなんてあったっけ。花嫁しかないっすね。こんなかな。ワインソファー。大きなワイングラスが斜めにカットされて、中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地よくなさそうね。確かに。憂鬱。難しい字のタイトルだ。こんなとこにいれば憂鬱にもなるわよね。パズル。カラフルな骸骨。あ、これ骸骨か。これ偽物よね。よく見ると骸骨の指に何かが光っている。これって指輪よね。あ、外れるみたい。銀色の指輪を手に入れた。ありがとうございます。ちょ、間違えた。こっちか。細かな模様がとても綺麗な少し大きめの指輪。うん。感情。人の形にも見える木のオブジェだ。指輪？あ、銀色の指輪か。まあ、花嫁左手にはめる。お、薬指でいいんすかね。おお、かわいい。やったー、ありがとう。やったーってしてた。花束が落ちている。ブーケを手に入れた。お、これでだいぶ、ブーケなんて花びらいっぱいあるから、HP すごいんじゃないですか？幸福の花嫁。幸福の花婿。で？花瓶か？今まで戻されたことってあったっけ？花瓶にこのバラを置ければ弱っていても復活するのね。それにしてもこの花瓶といいバラといい、ほんと不思議だわ。永遠の恵み。戻るんじゃねえな、これな。なんかあったっけ、まだ。目でしょ？ティーポットのし、あ、こいつか。いひひひひ、その花くれたらここ閉じてあげるよ。お花ちょうだい。しょうがねえな。ブーケを渡した。いひひ、ありがとう。いい匂いだな。いひひ。それじゃあ、いただきます。美味しかった。ありがとう。約束だからね、このドアで奥に行けるよ。それじゃあね、イヒヒヒ。OK! 1時間ほどプレイしましたので、今日はこの辺にしとこうかな。僕の想定ではクリアまで3時間なので、まあ、これでおよそ3分の1行って、まあ、次回2時間ぐらいでクリアできるはずです。僕はそう信じております。さて、ということでですね、今日は、この後、まだやらなきゃいけないことがね、
何しろ23日までだから。ガチャが。枠はすでに作ってありますので、お時間ある方は、この後僕がね、あれを引くのをお付き合いいただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、一回この配信自体は区切りますんで、また新しく配信をね、すぐ開始しますのでね、お時間ある方はどうぞよろしくということで、数分後にお会いしましょう。バイバイ。